先週に続き、この国の戦争というテーマでお送りします。昭和20年8月9日、国民学校の5年生、11歳だった藤本武二さんは、防空壕近くの竹やぶで友人とトンボを追いかけ遊んでいました。午前11時2分、青空を行く B-29 爆撃機から落下傘が落とされ、次の瞬間、青白い閃光と爆発音に覆われます。とっさに目と耳を塞ぎ、地面に伏せますが、砂ぼこりの向こう、真っ黒な空に、太陽とキノコ雲が浮かんでいました。爆心地から 4.2 キロ。76年前に藤本さんが見た長崎の姿です。長崎に原爆が投下された翌日、藤本さんは父に連れられ、学徒動員から戻ってこない兄たちを探しに出かけます。辺り一面、黒く焼け焦げた死体が横たわり、リヤカーに乗せられた人が悲鳴のような声を上げています。苦しいよ、お母さん、助けて。町の中心を流れる浦上川には、水を求めて飛び込んだ人たちが重なり合っていました。川の中で赤ちゃんをおんぶした女の人が死んでたんです。でも背中の赤ちゃんは動いてた。お父さん助けてよって私言いました。言ったけど父は無言のままでした。毎日歩き回っても二人の兄の行方はわからず、被害が大きかった浦上地区の親戚の家は影も形もありませんでした。日本は神の国だから戦争に勝つ。藤本さんはそう信じていました。海ゆかばを学校で歌い、お国のために命を捧げろと教師たちに刷り込まれました。しかし、8月15日、ラジオから流れてきたのは敗戦を告げる玉音放送。防空壕の中で、大人も子供もひざまずいて泣きました。学徒動員先の造船所で爆風に遭い、ひどい火傷を負った兄たちが戻ってきたのは、原爆から1週間余りが過ぎた日の夜。家族全員で抱き合い、再会を喜びました。原爆の怖さを思い知った藤本さんは、心も体も強くなりたいと野球に打ち込みます。高校は強豪長崎商業へ進み、昭和27年、春と夏、二度の甲子園出場を果たしました。卒業後は地元の銀行を経て、20代半ばで上京、大手の運送会社に就職し、がむしゃらに働きました。社内で野球大会が開かれると、同僚が驚くほど活躍していたと言います。長崎では友人たちと一切原爆の話をしません。
みんな、むごい現場を見てる。親兄弟を失ってるわけ。ただ、私が帰ると、藤本、お前は甲子園の話をしろって、夏の大会は、準決勝まで行ったからね。定年を迎えた後、住まいのある東京武蔵野市でソフトボールの選手兼監督として地域のスポーツに力を注いできた藤本さん。現在87歳。亡くなっていったふるさとの旧友たちを思い、長崎の記憶を伝える活動も続けています。平和だから君たちはこうして勉強ができるんだよ。平和だから運動だってできるんだ。戦争を知らない子供たちへ穏やかな口調で語るその瞳の奥に、二度と過ちを繰り返してはならない。あんな光景はもう見たくない。藤本さんの強い願いが込められています。ダンヒストリー。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデンヒストリー。今週もこの国の戦争というテーマでお送りしています。76年前の8月15日、20歳の沖松信夫さんは特攻隊員として出撃を命じられていました。あと1日戦争が長引いていたら、私はここにいませんでした。沖松さんは大正14年、広島県呉市に生まれます。小学校へ入学した年に日中戦争が起こり、陸軍予科士官学校に入った昭和16年、太平洋戦争が始まりました。軍人の死は、羽毛よりも軽い。上官の命令は、天皇陛下の命令と同じ。朝と晩に必ず、軍人勅諭を読み、2700字に及ぶ文章を、沖松さんは、すべて暗記しました。夜、寝ているとね、遠くで、汽車の汽笛が聞こえるんです。ホームシックになることもあったけど、いつでも死ねる軍人になろう。そんな気持ちの方が強かったです。武器や弾薬、食料を前線へ運ぶ、市長兵になった沖松さんが、戦局の悪化で航空兵に展示させられたのは昭和19年4月。小型の練習機で操縦の基礎を学んだ後、静岡や熊本の飛行場で重爆撃機の操縦訓練を重ねました。そして翌昭和20年5月、沖松さんは埼玉県熊谷市の飛行学校で特攻隊を編成するよう命令を受けます。怖いっていう感情はなかったです。そういうもんだって諦めていたからね。お袋が嘆くだろうな。運が悪い時に生まれたな。そう思ったら一睡もできませんでした。3ヶ月後、沖松さんは上官から出撃の日を告げられます。8月15日午後3時。
沖縄に集結するアメリカの艦隊へ800キロの爆弾を乗せた重爆撃機で体当たりする。ついに沖松さんの番が来たのです。沖松さんに出撃の延期が伝えられたのは前の日の8月14日。理由は明かされませんでしたが、翌日待機していた民家で玉音放送を聞きます。戦争が終わった。私は助かったと思いました。だけど、こんな助かり方をする奴が他にいるんだろうかって。復員した沖松さんは東京大学へ進学しました。大学で学ぶと決めた一番の目的は、なぜ日本は戦争に負けたのか。特攻の仲間たちは何のために死んだのか。敗戦の原因を知りたかったからです。その後、沖松さんは熊谷市内の定時制高校で社会科の教師をしながら、日中友好元軍人の会という団体で反戦、平和を訴える活動に参加。現在は代表幹事を務めています。東大出てなんで定時制の先生なんだってよく聞かれます。私はね、死に損ねた負い目があります。生き延びた幸せも感じています。金なんか持っててもしょうがない。地位なんかいらない。例えば、親子や兄弟で口喧嘩して、いつの間にか仲直りしてる。そんな平凡な生活が幸せなんだって、特攻になって、私は初めてわかったんです。96歳の元特攻隊員、沖松信夫さん。戦争に振り回され、命を捨てることさえ厭わなかった時代の愚かさを、戦後76年が経った今、伝えています。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデンヒストリー。今週も、この国の戦争というテーマでお送りしています。定職に就かず、家にいても無表情で一言も喋らない。子供の頃から貧乏暮らしを強いられた黒井明夫さんにとって、父親は本当に情けない存在でした。こんな男には、俺は絶対にならない。黒井さんは戦後生まれの72歳、山形県鶴岡市の出身です。農家の旧南坊だった父、慶次郎さんは二十歳で陸軍に入隊。満州や武漢、中国の激戦地でおよそ7年間戦いました。終戦後は捕虜となり、日本へ帰れたのは翌1946年になってからです。ポツポツとは聞いていました。あれは揚子港だったかな。目の前で船が沈んで、マストまで見えなくなった。親父がそう言ったんですよ。K
慶次郎さんは76歳で亡くなるまで、黒井さんの母親がそばにいないと一人で外出さえできない人でした。父を反面教師に真面目に働いてきた黒井さん。大きな転機を迎えたのは6年前の2015年、黒井さんが67歳の時です。退職金をはたき、観光目的で妻と参加したピースボートの船旅。黒井さんはそこでベトナム戦争の映画や戦場での経験から PTSD、心的外傷後ストレス障害を患ったアメリカ人兵士のドキュメンタリー番組を見ます。心に傷を負った海兵隊員の暗い表情が全く笑わず、無気力だった父の姿と重なったのです。すべてが一瞬にしてわかったんです。うちの親父も PTSD だったって。ビデオを見たあの日は一晩中声を上げて泣きました。俺は親父と向き合おうとしなかった。情けないのは俺の方だ。戦争中、父に何が起こったのか、父は戦地で何をしたのか。黒井さんは文献を読み、資料を漁りました。かつて聞いた揚子江での出来事は、漢江大空襲と呼ばれるアメリカ軍が日本軍に行った攻撃だったこと。凄惨な現場を目の当たりにした父自身が、現地の人を殺めたかもしれないこと。そして、心の病気を抱えた兵士たちの存在は、戦後長い間、ろくな調査もされず、埋もれてしまったこと。慶次郎さんの闇の深さを思い、激しい後悔に襲われた黒井さんは、2018年、ある団体を立ち上げます。名前は PTSD の福音日本兵と暮らした家族が語り合う会。さらに、去年5月、東京武蔵村山市の自宅の敷地に、3坪ほどの交流館を建てると、同じ悩みを持つ人たちから連絡が来るようになり、中には泣きながら電話をしてきた人もいました。戦争が心を壊し、暮らしを壊し、家族を壊してきた事実を、私は世の中の人たちに知ってほしいんです。それがどれほど悲惨なことか、未だに苦しんでいる人がいるってことを。戦争が終わって間もなく76年、父が語らなかった戦後が、黒井さんの中で動き出しました。ザ・ゴールデン・ヒストリー。日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週もこの国の戦争というテーマでお送りしています。田中和夫さんは昭和10年東京の本郷に生まれます。宮城県
鳴子温泉に集団疎開をしたのは昭和19年。田中さんが9歳の時。きっかけは小学校の朝礼でした。校長先生が両手で大きな三角形を作り、子供たちに向かってこう言ったのです。宮城は米どころだから、こんなでっかい銀シャリのおむすびが毎日のように食べられるぞ。ところが、楽しみにしていた疎開先でお腹を空かせた田中さんに出されるのは、米粒がほとんど入っていない水っぽい雑炊ばかり。特に、丼に浮かぶ黄色いクジラの油の匂いが嫌でたまりませんでした。校長先生は僕たちに嘘をついた。ある晩、田中さんは東京に帰ろうと一人で汽車に乗ります。仙台駅近くで鉄道公安官に見つかり、襟首をつかまれました。宿に戻ったら、車間の先生に殴られて蹴られて、前歯が5本ぐらい飛びました。僕は気絶して1週間寝込みました。それでも田中さんは諦めません。鳴子の駅に通い続けて1ヶ月、石炭が積まれた貨物列車の幌の隙間へ潜り込むことに成功します。一昼夜かけ、自宅にたどり着くと、脱走した息子を家族全員が心配していました。またひどい目に遭うかもしれない。しかし、田中さんは捕まりませんでした。昭和20年5月、東京山手地域を襲った大空襲で、家も学校もすべて焼けてしまったからです。地平線まで見えた焼け野原に、田中さんと同世代の子供たちの焼死体が丸太のようにいくつも転がっていました。戦火を逃れた田中さん一家は、知り合いのつてを頼り、栃木県のお寺へ疎開します。学校から帰る途中、小学5年生の田中さんが、誰もいない田んぼの一本道を歩いていた時でした。ブーンという音が聞こえ、振り返ると、グラマン戦闘機が、背後から迫ってくるのです。錯覚かもしれないけど、ゴーグルをかけた若い兵士がニヤッと笑ってね、うさぎ狩りをするように僕を狙って機銃掃射してきました。僕は走りに走って橋の下の小川に隠れたんです。疎開先からの脱走、山手の空襲、そしてグラマンの機銃掃射。小学生だった田中さんは戦争中3度も死にかけました。昭和20年8月15日、お寺の2階で玉音放送を聞きながら田中さんは思います。校長先生の握り飯の話も、日本軍の勝利を伝える大本営発表も全部嘘だった。もう戦争はまっぴらごめんだ。田中さんは
子供の頃の夢だった本屋の夢を叶え、42歳で童話屋という出版社を始めます。編集者としてこれまで絵本や詩集など200冊の本を作りました。僕はね、自分が自分に生まれてよかったなって子供たちにそう思ってほしいです。自分の存在を肯定できたら人は誰でも幸せになれます。戦争を体験したかつての少年は今86歳。生きることを精一杯楽しんでいます。ヒストリー、日々黄金の歴史あり、ザ・ゴールデン・ヒストリー。今週もこの国の戦争というテーマでお送りしています。東京足立区に住む吉岡正光さん、103歳。80年前の12月8日、日米開戦の引き金となったハワイ真珠湾攻撃に参加した一人です。大正7年、石川県に生まれた吉岡さんが海軍航空隊に入ったのは18歳の時。3年後、日本海軍の空母蒼龍に配属されます。全長10メートル、3人乗りの艦載機は前から操縦員、偵察員、電信員の順に乗ります。偵察員として真ん中に座る吉岡さんは高度計を読み上げ、合図とともに魚雷を投下する役割でした。昭和16年11月18日、蒼龍は吉岡さんたちを乗せ大分県佐伯港を出港します。ところが行き先もわからず、格納庫の出入りも禁止。船の通路の両端にはドラム缶が並び、重油の匂いがしたと言います。もしかしたらこれから寒い方へ行くのだろうか。伊勢湾近くに差し掛かった時でした。伊勢神宮へ向け全員敬礼を命じられたのです。吉岡さんにとって初めて見る光景でした。作戦の内容が知らされたのはその4日後。80人ほどの搭乗員たちが集められ、艦隊司令官の訓示が読み上げられます。傲慢尊なる米国に対し、12月8日を期して開戦せんとす。驚いた吉岡さんは頭の中の血が全部足元のデッキへ吸い込まれたように感じました。嬉しいとは違いますけど、大戦争に選ばれて、いいところへ死に場所を与えられたと思いました。出撃の当日、12月8日未明、吉岡さんは蒼龍の中にある神社へ仲間とお参りします。捕虜になるのを避けるため、落下傘バンドはつけないと皆で決めました。飛行甲板の上に艦載機が配備されています。
当たってくれよ。暗闇で銀色に光る魚雷を撫でて、吉岡さんはハワイ真珠湾へ飛び立ちました。まっすぐ南に向かっていた吉岡さんの艦載機は30分ほどで島の上空付近にたどり着きます。下を見ると丸い白い線、波打ち際でした。目標は湾内に浮かぶ宝渡島の西側の戦艦群。すでに黒煙が立ち込める中、高度を下げていきます。一番大きい戦艦のマストを視界に捉えました。用意、て。合図が聞こえ、吉岡さんは取っ手のついたハンドルを引き、重さ800キロの魚雷を投下。水柱が上がります。しかし、吉岡さんはすぐにわかりました。沈めたのは戦艦ではなく、ユタと呼ばれる訓練用の軍艦でした。アメリカの空母はいなかったのです。真珠湾攻撃で始まった太平洋戦争。仲間の多くがその後の戦いで命を落とし、終戦を迎えました。戦争は思い出したくないことばかり。吉岡さんは長い間沈黙を貫いてきました。重い口を開くようになったのは、3年ほど前からです。みんな無駄死にばかりして、どうしてもっと早くあの戦争を終わらすことができなかったのか。今の若い人たちは戦争を知らない。学校の先生だって知らない。だったら、私が伝えた方がいい。吉岡正光さん、103歳。どれだけ時が流れても、時代が変わっても、決して消えない悲しみと悔しさがあることを知っています。